長の岡野と申します。皆様お元気でしょうか。詳細はですね、徹夜を、まあ、して久しぶりの友人と遊んでしまいました。大変だなと思って、今日はちょっと大阪城かどっかに桜でも見に行こうかなとちょっと考えてるんですけどね。えこんなに今日が収録が土曜日で、日曜日ですね、どうやら雨が降るとかいろいろ話を聞いてますから、大変だなと思ってます。まあ、父が、3月の20日に亡くなりまして、まあ、通夜と葬儀を3月の22、3月の23でやってですね、このまあ古城ですね、三橋道也を歌ってまして、父がね生前歌っていた曲をちょっと歌おうみたいな感じで、今日はね石原裕次郎、ゆうちゃんの赤いハンカチ、この曲がねいいんですよね。若しやの花の下で、あの子がそっとまぶたを拭いた赤いハンカチよ、恨みに濡れた目頭に、それでも涙はこぼれて落ちた、北国の春も行く日、俺たちだけがしょんぼり見てた遠い雪雲よ、死ぬ気になれば二人とも霞の彼方に行かれたもの、アカシアの花持ちて、あの子がどこか面影によ赤いハンカチよ、背広の胸にこの俺の心に残るよ切ない影が。はい、今日3番まで調子よく行ってしまいましたね。いやいい結果な、本当に。いやー素晴らしいな本当に。うん、もう上原健六さんですかね、秋原史郎さんですね、小木原でしょ、すいません、すごいなぁ、素晴らしい曲でございます。まあちょっと小生もカラオケでちょいと歌ってしまう赤いハンカチ、いい曲だったと思います。父にね、届いたらいいなと思います。まあまあ裕次郎さんを歌える人とかほとんどいなくなってますからね、誰に歌っても喜ばれないんですけれども、この前弁護士の人とまたお
話しさせてもらってですね、なんかまあ本当に、これから世界はどうなるのかという質問を受けて、分かりませんと、まあ、はっきりとお答えさせていただいたんですけれども、日本で起きていることがちょっと分かりやすいのでご説明させていただきましょうという形で、まあ、お話をさせていただいてですね、これから世界でじゃあどういったことが起きるのかと申し上げると、まあ、正直言って分からないんですけどね、世界で起きることはその今スマートシティっていうのを、まあ、トヨタが静岡の方で作ってる感じで、これがまあ自動運転だったりとか、もう本当に全く排他的なサービスだったりとか、まあ、さまざまなものが、一番素晴らしい状態で、できるのを、まあ、実験的に、やっていくということは、アメリカという国は、まあ、年収2000万、まあ、物価が2倍ですから日本で言ったら1000万ぐらいの感覚かもしれないんですけど、2000万以上の人以外は本当にもうものすごい高台の、外で生活しなくちゃいけない。で、2000万以上越してくるとお金が入りますから、高台の中で生活ができる。つまり憲兵隊が守ってくれた、ところで守れるので、違法移民が入ったっても全然へっちゃらなわけですね。で、このスマートシティを多分おそらく住める人っていうのは、日本でいうと、まあ、物価がね、アメリカでドルベースで2分の1ぐらいですから、まあ、1000万以上の人じゃないと住めない形になってくると思いますから、もう1000万どころはもっと高い年収かもしれないですね。で、これと連動して起きたのがグレートリセットなんですよね。で、このグレートリセットっていうのがどういったものかっていうと、実はその、テレワークですね、まあ、テレビジョンは遠くから映すって書いてテレビっていうんですけど、テレワークっていうのは遠くから働けるということでテレワークですから、まあ兄とかがですね東京を住んでて、だけど広島にいながら仕事ができた、つまりそのグレートリセットのおかげで父の最後が見れたわけですね。だからまあ娘の入学式にまとま間に合ったらいいよみたいな感じで、まあ、動けたわけですよね。ですからそういうふうな形になってくることで、その都心にですねものすごい高い家賃を払って、仕事をする必要が、実はもう、普通にねサラリーマンというか普通にそういったビジネスの世界でもそのグレートリセットが起きてます。でそれで面白いんですけど、その今までものすごい高い家賃払ってたところがもう3分の1の広さでじゅんぐり使ったらいいじゃんみたいな形で、まあコロナをきっかけにね、都心からちょっとこう離れたりとか、もしくは都心なんだけれども3分の1の広さの事務所を使ったりとか、 Zoom で話ができるじゃないかとか、まあ Zoom はもう本当にファーウェイとかそういった共産党ですよね、チャイナ共産党がやってるので使わない方がいいなっていうのは一応お勧めさせていただきますし、あとは LINE もね、チャイナで日本人の個人情報8400万くらいしてるんですかね、今 LINE、 つまり全部筒抜けさせられてたという、お話もありますから、まあ、その便利なものには必ずそういった毒があるわけで、まあ、そういうのもあるんですが、ちょっと話がそれたのでちょっとこうまた戻しますけど、その要は不動産ですね、この不動産が実はそのアメリカとそのチャイナのヘッジファンドがものすごく都心に土地を買ってるわけですね。で、その土地をなぜ買うのかと申し上げると、まあ、これから申し上げることっていうのが、まあ、これから世界
というか日本で起きる分かりやすい形だと思うので、まあ、参考にしていただけたらとは、まあ、思ってはいます。でだからなんじゃらほいというとなんじゃらほいなんですけれども、まあ、これからはじゃあどういうことが起きるのかというと、まあ、分かりやすく言うとシャープですね、シャープはね本廃に原発事故の後に買い取られてしまって、シャープという名前は残ってはいるんだが、シャープの、幹部とか CEO は全部外国人になってる。でつまり CEO とか幹部が台湾人がやって、それよりも下は全部、まあ、奴隷を化させるというような、スタイルをとってますということなんですね。ということはこれから、まあ、ソニーとか、トヨタとか日産とかパナソニックとか、まあ、日本の名だたる企業は全部残ります。しかしCEO と幹部が総入れ替えになるような形になってくる。で海外で生活してる人からすると、まあ、今年韓国にそのドルベースで一人頭の GDP が負けてしまったわけですね。ですからオーストラリアとかそしてアメリカとかヨーロッパの人からすると、日本人からすると5000万の家って高い感じがするんですけど、向こうは物価が2倍ですから、日本人の感覚で言えば2500万ぐらいで買えますから、1億で買ったところでカリフォルニアとかの家買ったらもう何十億とか、もう家賃もとんでもない価格になってますから、日本の、不動産なんてもうものくそ安いわけですよ、彼らからじゃないですよ、チャイニーズだったりとか。じゃあこれからじゃあ日本でその土地を買うとどういったメリットが起こるのかというと、実はね世界中がねこれからね水の奪い合いが如実に出てきます。というのは日本っていうのが世界で唯一その煮沸しなくてもそのまま水が飲める国なんですよ。世界中はもう煮沸しないと飲めませんのでね。ですからそのでエネルギーに関しても実はその今皆さんこうスマートフォン持ってると思うんですけど、スマートフォンが使ってても熱くならないでしょ、うん、実はこれスペースシャトルに行った時のコンピューターと同じ出力というか同じぐらいのスペックを持ってるわけですよ。それが熱をなぜやらないかって言ったら IC チップだったりとか半導体の技術が上がって熱を発さなくなってるわけですね。ですからその原発っていうのは1億2,000〜3,000万のその電気を発するので非常に危険なものなんですけれども、日本においてる54基のやつは、まあ、もう一個言うとそのジェネラルエレクトリック製のやつはぶっ壊れちゃったんですけど、これ今その世界で流行ってきてるのは 小型原発なんですね。その100万ワット以上のやつじゃなくて5万ワットぐらいの小型のやつをその小さくして、でそこでまあウランだったりとかプルトニウムをやって、で水にももともとつけて冷やした状態にして、もう地震が来ても何が来てもすぐ制御ができるような形の小さい形にすると、実はもうどこに置いても実は電気をこう作ることができて、でそういうふうな形で原発の、エネルギーをですね、ずっと作り続けて技術発展させていくと、本当に20年30年とかもしかしたらまあ半世紀後ぐらいにはそういった放射能のそういったゴミですよね、それとかを処理できる技術を、人類がね発見できるような形になる可能性が高い。なぜかと申し上げると、実はプルトニウムもウランも地球にもともとあるものだからです。地球にもともとあるものなので、非常にその技術が発展さえすれば非常にそういった処理の形とかも出てくる可能性が高い。ですから日本が今まで一番トップだったんですけど、原発が危ないみたいな形になっちゃってモンジュもダメになっちゃったりとか、研究ができなくなってますから、今フランスが一番トップになっちゃったわけですね。
でもしフランスがそういった核のそういったゴミの処理の仕方を見つけてしまうと、もう全部フランスにですね、お金が行ってしまうというね、そういった、まあ実はインテリジェンスも、一応ありますね。ですから、まあそういった形で小型のですね、そういった原子炉をポコポコとつけると、スマートフォンが熱くならないように、非常にコントロールしやすい形でエネルギーを取ることができるようになると。ですからもう事故が起こっても本当にアンダーコントロールな形の原発、そういったものたちが出てくる。そうなってくると火力電力ですね、いわゆる、まあ中東から買ってたものがどんどん減っていきますから、日本が内需で巡っていくので、海外にジャパンマネーがキャピタルフライトするのが減っていくわけですね。というふうな形にすれば、もう地震対策も大丈夫になってきますし、もう震度8とかマグニチュード10ぐらいだったりとかすると、耐えれる家も、もう作れるようになってきてますから、そういった地震に対する懸念もだいぶその緩和されてきてるという形に、なってきてます。ということで、これからその水の奪い合いになり、でさらにトヨタがスマートシティといった、形で、まあ日本の富裕層なのか、もしくは世界の富裕層を誘致するためにトヨタが新しく手を打ってるわけですね。でこれにまあ乗っかって、まあ本当にこうグローバルユダヤの方だったりとか、シオニストユダヤの人たちが入ってきやすい状態になってくる。で入ってきていただけると、実は日本人が核保有できるような動きも、少しずつ動いてくるというような形の、出てくるかもしれないわけですね。ですから、まあそういったふうに今、都会のね、そういった、大阪と東京の、ところを、まあ、海外のヘッジファンドがものすごく買ってるっていうのは、そういった物価の差ですね。それと、まあ、ドルベースなんですけれども、あとはそういった水ですね、あとはスマートシティ、そういったものを組み合わせていくと、これから起こりうる、日本のことっていうのが、まあ、ある程度予測ができてくるという形でございます。まあそういう形でまた会いましょう。やれやれですよ。岡野ゼミナールでございました。やれやれ。